はいどうも、サブチャン TV です。こんにちは、大使と申します。本日は、ピックアップ鎌ヶ谷ということで、本日も2軍についてお話ししていきたいというふうに思います。今日もね、2軍戦ございまして、まあ、1軍が素晴らしい試合だったんで、この後ね、メインチャンネルも動画出るんですけれども、まあ、ひとまずサブチャンネルで、調子が良かった2軍の選手、3選手ね、お話ししていきたいなというふうに思います。皆さんってどんぐらい2軍追われてるんですかね？結構コメント欄見てると、2軍ちゃんと追ってるなって人が多いんですけど、もしね、2軍の試合とか全然見てないし、成績も追ってないけど、まあ、このチャンネルで追ってるよという方がいらっしゃったら、嬉しいなというふうに思う限りでございますね。さて、本日3選手ご紹介するうちの1人が、スティーブンソンですね。4打数4安打2打点。いや、2軍落ちた瞬間にボコスカ打ち始めたということで、前回2打数1安打かな。もう合わせて、通算8割サブ3厘、OPS が1.583。まあ、当然ね、こんだけ打ってれば OPS もついてくるんですけど、まあ、やっぱりその、打つ能力はね、ある選手で、まあ、その、バットに当たるレベルであれば、当然、バビッポもね、足速くて打球も強い選手なんで、まあ、高めに出るだろうということもあってね、打率も高いのかなというふうに思っています。そうですね、すごく難しいですよね。やっぱ一軍ではあまりにも三振が多くて、スティーブンソンの弱点である、まあ、緩い落ちる球といいますか、フォークとか、チェンジアップとか、そういった球を持ってる選手に対してはもうキリキリ舞いという状況だったので、まあ今回、二軍でね、結果出ましたけど、まあしばらくは自分の形だったりとか、そういう変化球に対する対応っていうのをね、探っていくのかなというふうに思ったりします。で、一軍昇格上川畑選手と清宮選手がしましたけど、あれ、実は新庄さんがね、課題といいますか、インスタの DM で、上川畑くん、2軍で、あと何安打打ったら、1軍上げるよと。清宮くん、あと何安打打ったら、上げるよ。そんな話を実はしてたらしくて、まあ、2人とも、打率が高い、安打中心のバッティングやったんですよね。だから、今年は率が高いなと、まあ、清宮に関してはちょっと長打が少ないなっていうふうに思ってたんですけど、もしかしたらその影響があるかもしれない。ヒット中心に狙いに行って、早く1軍上がりたいというふうに頑張ったのかもしれないなというふうに思っています。っていうのもあるので、まあ、野村選手は今ね、型を探ってる段階だから、まだ DM してないよと、新庄さん言ってましたが、スティービーもね、同様に、あと7打打ったらっていうのを、もしかしたらイングルして。インスタで伝えてる可能性もあるなというふうに思うくらいバコバコ打った活躍でございました。まあ、とはいえね、今、1軍に清宮選手が上がって、清宮サード、郡司レフト、この形がすごく綺麗になってきたので、まあ、やっぱりスティービーからすると、ポジションを奪う相手がね、もしかしたら松本剛か、まあ、あるいはレイエスかっていう、すごく難しいバッティングになってるような、気がするので、もう2軍では本当にね、もう桁違いに打って変化球の対応も見せて、1軍のあれは運が悪かったんだよというように、まあ我々ファンにも首脳陣にもね、思わせるような活躍を期待したいなと思ってますね。現状はやっぱり2軍でね、結果出した水谷君が1軍で苦しんでるというのもあるので、まあで清宮がね打ったっていうのもあるので、まあこれからちょっとさらに攻め争いが熾烈かなというふうに思ったりします。お次、新藤優也選手ですね。ドラフト2ルーキー、キャッチャーでございます。まあ、紅白戦対外試合では活躍を見せて、ただ終盤ね、疲れてきたというのもありますし、タミヤ選手が台頭というか、やっぱりすごかったですね、バッティングの状態もね。っていうのがあって、2軍スタートとなりました。2軍ではもう正捕手起用というか、捕手中心に起用されていて、まあ、やっぱり期待されてるなというふうに思う次第ですね。で、今日3打数3安打、ね、1本長打も打ちまして、OPS もね、1.663まで回復してきています。まあ、ここから上がっていくと思うんですけれども、そうですね、新藤選手に関しては、もう守備面だったりとか、キャプテンシーは天下一品のものを持っているので、もうあとは数字を出して、もうね、難しいんですけど、ライバルはもうタミヤ選手、年齢的にもかなり近いので、これから先、右の新藤、左のタミヤ、争っていくことになると思います。で、タミヤ選手、すごい肩強いけど、まだキャッチングとか、
あとは合わない投手とは合わないとか、結構キャッチャーとしての性能をね、これから頑張っていこうってポイントがあるので、そういう意味では新藤選手もまだね、こう太刀打ちできる部分というか、主に守備面で渡り合っていける部分はあると思うので、まあ、ひとまずバッティングが見れる数字になってくると嬉しいなと思いますね。まあ、とはいえ今年、ね、タミヤ選手が2軍に落ちるっていうのは怪我以外で考えづらいので、そう考えると新藤君は今年1年は2軍でしっかりと経験を積むと、でいろんなピッチャーの球を受けて、うん、で来年以降こう覚醒していくピッチャーたちを2軍で支えた新藤君も1軍デビューと、まあ、いう形になるのかなとか思ったりするので、まあ、こればかりはね分からないですけど、まあ、ただ今年いい1年にしてほしいなというふうに思ったりします。当然ね、タミヤ選手からスタメンを奪っても今年ね、いいかなというふうに思うんですけど、まあ、タミヤ選手すごいんでね、はい。まあ、あと伏見トライの存在もでかいですよね。トライさんがいるんで、まあ、そこの1枠はキャッチャー埋まってるっていうのもあるし、まあ、ある意味新藤君、タミヤ君っていう若いキャッチャーを1軍でどんどん使っていけるのは、後ろに伏見トライがいるからというのがあるので、そういう意味でも FA で来てくれて本当よかったなというふうに思うところですね。冷静に考えたら FA で伏見トライと山崎幸也、このバッテリー両取りしたのって結構えぐいことやってますよね。まあ、もちろんね、キャッチャー森友哉獲得したっていうのがあって、トライさんも FA 入れた方がいいよねっていうウィンウィンとか、ね、関係性もあったし、まあ、幸也投手に関しては北海道にいろいろ名残というか接点があってっていうのもあったんですけど、まあ、それにしてもね、やっぱ FA で取られてきた球団なんでね、有原選手が出てたりとか、この選手出てたりとかあったので、そんな中でも良かったじゃないですかね。ファイターズとしては嬉しいし、でもやっぱ取る方の気持ちもだんだん分かってくるので、まあ、これから FA する選手に関してはね、もうちょっと心よくと言いますか、頑張ってねという気持ちで送り出そうというふうに今思いました。全然関係ないこと失礼します。続きまして、坂口宇多選手、高卒3年目かな、今年入りました選手ですね。まだまだ若い選手なんですけれども、4打数2安打1本塁打1打点ということで、まあ、アリゾノ君も状態が上がってきて、ようやく同期2人ともね、こう2軍で数字が出始めたかなというふうに思います。坂口宇多選手は以前にも4安打かな、めっちゃ打った日があって、ツーベース2本だったかな確か。でその日も含めて今日もね、1本ホームランが出て OPS が 10.744 まで上がっています。まあ、その固め打ちの嫌いがあるかなというふうに思うんですけど、まあ、それは良くも悪くもあるかなって思うんで、まあまあいいとして、宇多選手はそうですね、稲葉監督が今2軍にいらっしゃって指導してらっしゃるんですけど、坂口選手ってギータとか、うん、稲葉さんとかのフォームにすごい似てるんですよね。懐が深いというか、で丁寧にさばいて中距離飛ばすっていうバッターなんで、そういう意味ではモデルケースである稲葉さんがそばにいるっていうのは、本当に一日一日がこう成長の機会なのかなというふうに妄想したりします。はい。でフォームもそうだし、ある意味名前もそうだし、なんかこうキャッチーで話題になって有名になる、人気になる要素ってたくさんあると思うので、まあ、そういう意味では来年再来年以降ファイターズの一軍スタメンどこかにね入り込んでくる、そんな選手なのかなというふうに思ったりします。まあ、高卒3年目でホームラン2本目かな、うん、立派っすよね。素晴らしい限りでございます。ということで2軍選手について触れてまいりました。皆さんのファイターズファームの鎌ヶ谷の選手で、特に期待している選手とか、この選手いいよねと、一軍が欲しいよねという選手がいらっしゃいましたら、ぜひともコメント欄で教えてください。今後もファイターズ2軍に関してね、語ってまいりますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。ではまた。